とレミのミとミョウ、こんにちは、ミョウイムリだ。こんばんは、ミョウこと宮崎美穂です。はい、というわけで皆さん、今回もですね、なんと新大久保にやってきました。あのね、今日ちょっと私がどうしても行きたいところというか、どうしても皆さんに紹介したいところがあって、私が大好きでもういつも行ってるマートがあるんですけれども、今回はですね、私一人ではなく、もうね、このミャオチャンネルを支えてくださっている韓国人スタッフさんと一緒にショッピングしに行きたいと思います。準備はいいですか？大丈夫です。はい、さあクロークン。上がります。パスタ、これ韓国料理を作る絶対必要ですもんね。キルンです。あ、ベシルチュ、これめっちゃ使えません？使う。何に使うの？砂糖を入れたら太るから代わりにこっち使う感じ。なんかレシピをよく見てると、これすごい出てくるね。そう。ハンギング。これ全部ごま油ですかね、皆さん。オイルなの、ガソリン。韓国人のガソリンと言っても過言ではない、ハンギング。もうこれも何でも使う。辛いやつ。辛いやつ。あのコチュカルじゃなくてカプサイシンの方が辛いです、はい。このカプサイシンって書いてある方が もっと辛い。で、私がね、もうね、このね、動画の視聴者の皆さんに言いたいことは、お味噌汁にサムジャンを入れてみてほしい。本当に美味しいから。ね。お味噌汁にサムジャンを入れたら、本当に美味しいから入れて。本当。これはね、BTS のシュガもやってます。美味しい。あと、チョコチュジャン知ってますか？あらやん。これはね、あれですよね、お刺身？お刺身とかをこのチョコチュジャンで食べるんですよね。これ美味しい。韓国人的に見て一番おすすめの海苔はありますか？一番おすすめの海苔、やっぱヤンバンキムかな。ヤンバンキム、これが一番おすすめ。長いし、だって日本の皆さん、韓国人から見て一番おすすめの韓国海苔はこのヤンバンキムという海苔だって。김치마김에진짜가나먹어볼게요아そうですね、これは僕も絶対買います。はい、私も絶対買う。もう基本ですね。はい、基本なんだけど、あのニンニクチューブじゃない、このちょっともう少し粗めなニンニクってここでしかないよね。日本にはないんですよ。だからこれ本当に買います。マネ。あとこれ、これも何でも使えるよね。スープにも入れてますし、お肉をつけて食べたり。あの、私がさ、前紹介したさ、テジクッパのところにもあった。あれと同じです。トトリム、これね、日本にないよね。はい、なんて言ったらいいんだろう。これどんぐりの粉から作られてるこんにゃくじゃないし、これ結構ダイエットにいい。はい、そう、
100g で50キロカロリーしかないから、すごいダイエットにも良くて、ちょっとね、まだ馴染みがないから美味しいですよね、これ。韓国人の方が来たら、キムチはどこのキムチを買うんですか？やっぱ、最近はこのビビゴ？バクソジュンさん？私これ家にありますストックが。でもねこのビビゴの、キムチ、すっごい美味しいよね、私も大好き。これも俺たちのパクソジュンさんが CM をしています。これだって韓国人の人もお家に絶対あるよね。私のおすすめはね、マジでおすすめ、ベストまんじゅうです。これブルダックホックンミョンの餃子、これ私も家に一つがあります。50個ぐらい入ってるからなくならない。チーズ、このまま売ってるよ、すごいね。これ好きなんだよね、餃子にんにくノンイーナブル、これ本当に美味しい、お肉とか包んでね、バンタンサムヨンダンのマスク、なんですけど、なんか他の韓国スーパーよりも結構いろんな種類の商品があるなっていうイメージがありました、イエスマートで。まあ、今日ね韓国人スタッフさんと一緒に店内回ってみて、まあ、うちらが一番買って損ないなと思う商品はですね、ズバリこちらです。じゃじゃーん、レシルチョンです。これちょっと日本の方にはまだ馴染みがないし、私もねちょっと使い方まだちょっと分かってないんですけど、でも韓国の料理番組とか見てると大体このレシルチョンっていうのは出てきて、どんな料理にも使ってることがほとんどなので、ちょっとこのねレシルチョンを使って料理してみたら、もっと韓国っぽい本場の味にもしかしたら近づくんじゃないかなと思うので、ぜひこのイエスマートに来た際にちょっとね使ってみてほしいなと私たちはおすすめしたいと思います。やっぱね人が多い、やっぱすごい人気だから人が多いんですけれども、多分平日だともう少しね人が少なかったりすると思うので、もちろんねしっかり感染対策して、お近くの方は足運んでみてください。というわけで今日はイエスマートのご紹介でした。参考になった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。さあ、クロー、今、アンニョー。